俺が必ず、あ、いいですよ。っていう茶番は置いといて、今回まあ、ちょっとね、2-0の、まあ、スロットが出るということで、この間、ぐっちゃんに2-0すげえ面白いよっていうのを聞いて、ちょっとこの間見たばっかりなんですよ、最終話まで。だから今の僕の中ですごい旬の、2-0が、まあ、今度スロット出るよってことなんで、今回ちょっと僕の方からお願いさせていただいて、ちょっと打たせてもらえることになったのでやってこさせていただきました。ありがとうございます。でちょっと1個だけちょっと声がね、ちょっと喉がちょっといかれとってすごい聞き取りづらかったら本当にごめんなさい。もうなんとか声張って出そうとしてるんですけど、そこでちょっとすいません。ということで、まあ、ちょっと早速ね打っていきたいなと思います。よし、早速行きましょう。ということで、リゼロから始める異世界生活の、パシロ寝台ですねをうちに、デモキーを今回打たせてもらうことになったので、早速行きたいと思うんですけど、カスタムができるみたいなんですよ。キャラクターがまず8種類からコスチュームがこうやって選べると。で、僕ちょっと個人的にレムちゃんが好きなので、もう圧倒的にレムちゃんのスクミスでちょっと行きたいなと思います。AT の方が本ちゃんの AT があるんですけど、ゼロカラッシュっていう、それに入る前にチャンスゾーン的な役割の、白芸攻略戦の AT があるので、まずそっちの方にを突破しなければいけないということで、これが白芸討伐戦になってます。で、ベル5回引いたら、白芸討伐戦いきます。で、これベル5回目なんで、ここから白芸攻略戦が始まるという感じです。3体撃破でゼロカラッシュですね。で、何やら、継続率があると突破率があるみたいですね。ここに表示されると思います。 50% だから 50%×3 でゼロカラッシュです。このくらいの絶望、ファーストアタックな、3回攻撃するみたいですね。で、まあ文字通り色が良ければいいんじゃないかな。で、緑の攻撃リカード、めっちゃやりましたね。もうこれ買ったでしょ。あれ、ヤクヤク引いた、チャズメ、あー、スイカが、あの、クルスで緑ですね。めちゃめちゃレアコヤク言いますね。はい、あー、ジャクテリーか、あれも2回目の攻撃でもここまで減ってるんで、これはいったでしょ。スバル、あー、でも3回連続緑で、これはいったでしょう、さすがに。はい、あー、いきましたね。だ、これでまず1体撃破と。だ、 50% 1回切り抜けたという感じですね。あと2回いけば OK。 で、ここのラウンド開始画面の背景が、その期待度を示唆してるみたいです。スイカが多いな。セカンドアタック、討伐祭はやめて、あー、討伐祭、まあでも結構減りましたけどね。白芸だけはダメ。はい、あー、これはどうなんかな。星4つですけどね、緑で。で、これレアコヤクチャンスでいきましたね。で、倒して、でもしかしたらこれでストックで書き換えたのか、もしこれで取ってたら3戦でも目も勝つんちゃうかなっていう感じですかね。で、3戦目エミリア、リカード、めちゃめちゃ減りましたね、半分減った。で、2戦目クルス、これいったんちゃうから、もうしょっぱなにして 50%×3 回なんですけどね。スバル、あー、いった、これはいったでしょ、これもろたでしょ。
あ、もう金文字出てますもんね。おー、いった出た、いいっす。すごいっすね、これもうボタンがレイモニーがあってね、プッシュ押して、ごちそうさまです、ごちそうさまです。すごい、50% かける3回突破したのか、それかあのチャンス目引いたんで書き換えてたかもしれないですけど、とりあえずもう一発目 でこれで白芸攻略戦突破してゼロカラッシュに入ります。だから本命の AT ですね。この曲がまあ神なんすよね、神なんすよね。突入時にあのおねだりアタックっていうのが入るんですけど、特化ゾーンで、それが平均100ゲームっていう風に言われてます。これです、平均100ゲームです。100超えます、100超えたいと思います。でリゼロ好きからするともう漏れなくたまらない演出がもうたくさんこの特化ゾーン中に入ります。でもエミリアさんの口元からの5ゲーム、いいっすね。あ、エミリアさん再度来てまた口元からの5ゲーム、火はレムリンの絶対領域と赤くなって胸元行って10ゲームですね。右、あー、いけ、揃ったら確か、10とかじゃないんですよね。あー、外れたか、ダメか。でもこれ狙ってっていう時あのゲーム数が確か減らないんですよね。10ゲーム、右、あー、ダメか、絶対領域からの、おおおお、プッシュが下からレインボーですね。プッシュが何も飲んねやろ、30、めちゃめちゃでかい。でこれで70ゲームですね、今で70ゲーム。うわー、これはドキドキチャージ、長押しですね。いっぱいこう大きくなればなるほどいいのかな。10ゲームか、この格好けしからんすぎるでしょ、あまりにも。追加ですね、やっぱレアコエグ引いたら乗せが優遇されそう。でこれで保証が終わったんですけど、ここから子役いけば続くみたいです。子役とかいかんかったら終わるみたい。よし、これはいったでしょ、連打チャンスですね。これはこれはあかんでしょ、ちょっと22ゲームで、これで平均超えましたね。あれや、子役か、あ、追加で、あ、これは危ないのかな、ベル、ダメか。でもこれで112ゲームで平均超えて ×8 なんで最低でも800枚、900枚くらいか、以上は必ず出るという感じになってますね。はい、ということでゼロクラッシュいきましょう。で、この時トリプル抽選行ってます、レア子役とかで、疑似簿とゲーム数のせと、あと、特化ゾーンですねの抽選してます。ちょっと配色、レムレム、お客様ってばどうやら勝手に。なのでこの乗せたゲーム数、特化ゾーンで乗せたゲーム数イコールではないので、途中で乗ったりもするんで、それとか込みで、期待値枚数が1300枚超えるというふうに言われてます。でこれ今、まあ、これもパネルが結構、消化されてるんですけど、この押し順、これ残りはだから青の右だけですね。だ合計で6個か、これ全部開けることができたら、何かしらの抽選をしてくれてるみたいです。だレア子役とかと別にまたこっちでも、あ、これレインボー説明中に、あ、これだ、下段とかって一角なんか、普通ここに止まりますもんね。だ下段止まったら一角みたいです。で青ならが揃って、これはどうなるのかな、ボーナスか、疑似ボーナスですかね。あ、そうですね、ビッグボーナスで疑似ボーナスですね。あ、これでこの曲が流れるのか。でボーナスが、20ゲーム固定ですかね、20ゲーム消化で終了になってます。とは言っても、この間も純増8枚なんで、20ゲームかける、まあ、8枚から、まあ、160枚ぐらい増えるという計算か。はい、これでゲージボーナス終了ですね。だめっちゃ増えましたね。てかもうあっさりともう300枚までいってるんで、めちゃめちゃ早い。多分ゲージボーナス中も何かしらの抽選をしてるはずですね。挟んで2画とかあるのかな。
ありそうですけどね。とりあえずあの演出がめちゃめちゃいいです。で、まあ、あのすごい興奮気味になるんですけど、そのまあいい年の大人たちがもう5人6人ぐらいいてるんで、ちょっとその興奮を抑えつつ打ちます。でなんかカスタマイズしたキャラクターの、それが反映されてこの AT2 のキャラクターも変わるみたいなんで、本当に自由自在に AT を楽しむことができるっていう感じですかね。これもう1000枚超えてるけどさ、僕は初めて純蔵8枚の世界をこうやって体験してるんですけど、めちゃめちゃ早い。でこれ今どんぐらいかかってるの、時間どんぐらいでこれ超えてんの。15分みたいですめちゃめちゃ早すぎますね、あまりにも早い。でこれでラストですね。はい、で終了と。じゃあものの15分ほどで1128枚の獲得で終了です。でこれ113ゲーム15分で、まあ、約15分で1128枚なんで、このちょうど倍の30分ぐらいでだいたい完走の2400枚届くっていう計算になるんで、ちょっとこうなったらいっぺん2400枚目指したいなと思います。うん、まあ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 勝負なんの次で、うん、いけるかどうか。その2400枚、俺がじゃあ成功したら、あの実践の昼飯おごってな、次の実践の昼飯。めちゃめちゃ高級でいいっす。オッケーオッケーオッケー。じゃあもうやろう。でもダメだったら何を、あ俺もじゃあ俺なんか送るわ。俺もめちゃめちゃ高級なやつなんか送るわって感じで、じゃあちょっと2000億枚次ちょっと目指して、次の1回で目指して、頑張りたいと思います。おねだりアタックちょっと頑張っていきたいと思います。あー届かんか。145で1319枚ですね。ダメか。今回なんか113で、15分ぐらいで1200枚ぐらいいったから、なんかちょうど倍で30分ぐらいで2400枚完走できるっていうことなんで、まあ、ちょっとこうなったら1回2400枚目指したいなと思います。ただあの普通にやってもあれなんで、ちょっと俺と勝負しましょう。勝負、うん、次で来た来た、いけるかどうか。ああいいよいいよ。じゃあ俺が成功したらなんかちょっとうまいランチおごってくれ。失敗したら俺がもうおごるから。じゃあ行こう。あと1000枚が遠い。ダメか。よっしゃ。行くか。だから今回1200枚やったから、もう次2400枚目指したいなと思います。あ、OK、じゃあ行こう。ダメか。じゃあ行こうか。2400枚チャレンジ、よし。さあ決めよう。次こそもう決めよう。次こそとかそうじゃない、もう決めよう。5ゲーム200枠引いてくれ。なんか起きろ。ここで強チェリー頼む。10で、あの狙いが欲しいですね、青棚の。やったらゲーム数が減らないんで頼む。ラスト、いやー5ゲーム、まだでも終われへん。リプレイダメかー。60ゲーム、いやでも60ゲームあれば全然何かしら起こしたらいける。何でもいいから来てくれ、助けてくれ、エミリアさん。お、滑って、スイカですね。スイカで赤いチャンスで、お、ウェディングドレス着てる。今のは初めて見ましたね。
で、追加から貼って、ここでまたレア子役ですね。あ、でも今のレア子役のやつが出てベルなんで、多分矛盾で成功で、何か上乗せもしくは特化ゾーン、特化ゾーンで、ああ行きましたね、特化ゾーン行きましたね。じゃ追加からおねだりアタック、だから AT スーパーあるんですね。はい、うお、あ、これあのおねだりアタックの鬼価格、あの上位版です。きたこれいけるぞ。あのゲーム数のせが全部ここでプッシュが出て2倍3倍になったりするらしいです。で5からの倍で10ですね。これが同じ8ゲーム間あると、5ゲームから10ゲームだ。まさにレア子役行くのはここ、ここでレア子役行かないといけない。で10もあったらでかいな、30、20か、2倍。レア役、レア役いてくれ。3枚で、3枚、3、おお、ちょっと3倍はでかい。10、もう一度3で30、20。これすごいな、鬼がかりすぎでしょ。頼む、よし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 、ラスト2ゲーム右で、よー、これレア役引いたんちゃうか。レア役じゃないけど連打ですね、コンプレンダー、あ、11かの2倍で22、いけるぞいけるぞ。10ゲームで経験感が半端じゃない。ちょっと保証分は終わりましたね。エアク引いてくれ。だーダメか。まあでも152ゲームなんでもう十分すぎます。いやいけるいける、これいけるぞ、これいけるかもしれんぞ。まあでも平均が100で、まあ、ちょっと僕多分弱い方ですね、今のはやれてない方。最低でも200は欲しかったとこでしたね。まあでも140とか乗せたらもうそれでかける8倍なんで、それだけでもねかなり出る。なんかこのモードが背景によってあるらしいんですけど、その色で示唆しててハイモードほどまあいろいろ抽選が優遇されてるみたいですね。早すぎる、これ出るの早すぎて、速度が速すぎて気抜いたらすぐ下皿パンパンになってますね。うわー100ゲーム切ってまう。ざっくりでも2400枚なんで300ゲームあればいく計算なんで、あと100ゲームもいらないぐらい乗せればいくと思うんですけどね、あとちょっとの気がすんのに。頼む、あ、下までの消えてますね。で、チェリー今日ですね、今日チェリーで、緑文字のススからの、これなんか吸いできそうですけどね、下までが消えとったんで。で、発展、今日チェリーから発展ですね、吸い代わり頑張れ、割ってくれ、あ、勝ったよ、いった、いったっしょ、おーし、よし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 。で、何がついてくるかですね、いいのはおねだりアタックがいい。あ、ボーナスか、ボーナスです、ゲジボですね。で、終了で、あ、上乗せ、途中でチャンス目引いたんで、その上乗せの分ですかね。だから、多分いったと思います、これで感想まで届いた気がする。ごめんやけど、もろたわ、これは。お、ほら、いった、はい、言うてたら行きましたね。これ、あのレバウンド今下パネル消えてちょっとフリーズしてるんですけど、これがマックス行きましたね、ゼロからッシュマックス行って、感想確定のゲーム数ショーが、あの右上の表示がもう枚数管理になって2400分の今1441枚取ってるんで、残りまあ1000枚ほど獲得できると。よし、ってことでおめでとう言うてくれて完走しましたね、2400枚
これで終了です。で、タイムどんぐらいなん？28分40秒。むちゃむちゃ早いな。いやもうこれもう8枚の純蔵8枚の世界もうちょっと体験したんですけど、ほんまに早かったです。で、まあこんな感じでちょっと今回はこういう初めてこうやってシダで、動画やらせてもらったんですけど、3月4日に、まあ、出るよということなので、よかったら皆さん触ってみてください。で、とりあえず昼飯今度頼むよ。はい、ということでありがとうございました。